どうですか、今回は何食ぐらいですか。150。お、毎回来て。なんかだんだんあれですね、メニューの方も美味しくパワーアップしてる。そうです、ボリュームも映える感じする。ちょっと美味しさ、はい、なんすかこのマシンは。すごくないですか、自動販売機。自動販売機で駄菓子。駄菓子プッシュって書いてありますけど。これは桜高校の学生さんが、はいはい、あの課題の一環として小町の町づくりの協力っていうことで、はい、お祭りに参加してくれるので。あ、そうですか。駄菓子自動販売機。わ、すごいですね、やっぱ若者ならではの。手動でしょうね、うん、中に誰か入るんでしょうね、人が多分担当者が。